権原堂川は、埼玉県沙手市と区市を、右岸、茨城県五貨町を左岸とし、両者の境界となっている、利根川水系の一級河川である。かつて、利根川本流であった時期がある。権原堂川は、江戸時代以前は、渡瀬川の河道で、そこから、南流し東京湾へ注いだ。徳川家康江戸入府以降の利根川当選事業の、 一貫として、元稲7年に、海の川、浅間川を経て琴音根川の流路だった、と根川本流を、新川通の開作により、渡瀬川の東川の流東部に接続し、合わせて東川の拡幅が行われた。上欧3年に赤堀川が開作され、と根川の水の一部が、赤堀川から日立川に流れる。これにより、長子から日立川、赤堀川を遡り、 栗橋からゴンゲ川、動画は、江戸川を経由し、江戸へと至る水路が完成する。さらに、漢文5年には、逆さ川が開作され、関宿から江戸川への水運の大動脈が開かれる。その後、大正15年栗橋で、流島が締め切られ、昭和3年に橋、流頭と中川との合流点の間は、現在、中川の洪水抑制等を目的とする調節地で、 ある行行湖となっている。旧権ン堂川堤防のうち、中川の堤防として残った部分は、権ン堂包み堤として、桜の名所である。また、日光街道の栗橋交差点付近から中川に、かかる行庫橋にかけての築堤も、かつての権ン堂川の右岸堤防の名残である。ありがとうございます。